るかな。17番出口。すいません、ごめんなさい、僕が17番はちょっと勘違いして今20番で行っちゃいました。すいません、あれ17で合ってます、ごめんなさい、僕が勘違いしました。いやすいません、あ、よろしくお願いします。お願いします。すいません、あの今日時間作っていただいてて、あそこに多分知ってる人いる。え、知ってる人、社員君がよく知ってる人がいる。あ、ピンク色あ、うん、あれ、この時間に、この時間に、あ、あれ大山が来てくれたんですか。なんかたまたま近かったですか。あ、久しぶり、何してるんですか今。釣り、あ、釣りファッションですか。いや、釣りファッションじゃないですかね。奥さんからもらいました。かわいい。あ、ありがとうございます。あ、池袋いたんですか、たまたま。なんか、受け渡し、あ、物の見つからないって言ってるぐらいが来てる。はい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 、会社の口座作るのありますか。で、あー、それ今日くれって言われて、はいはい、何やるか分かんないもん。職人はちゃんと交換してこい。あ、なるほど。はい、あ、待ってですか。な、あ、ごめんなさい、ってことはこれの撮影のせいで池袋待ち合わせになっちゃったってことですか。あ、全然大丈夫。ちょうどよかった。え、あの、何でしょう、あの、ライブハウスゆかりの、はい、いいですか。じゃあ、これ待ってるっすね。あ、なるほど。じゃあ、じゃあ、あると思います。すいません。中野さん、はい、ちょっとあの中野さんのことを知ってる人もいると思うんですけど、知らない人もいると思うんで、そうでしょうね。あの、簡単に説明、まず今の活動を説明してもらっていいですか。バンドのドラムをやっていて、リンとシシグレっていう3人組のバンドで、はいはい、サイコパスの主題歌とか、はいはい、アニメですね、に使われてたりとかの、はい、まあ、それと、あとはさっき見た大森聖子さん、成功のバンドをドラムやって、はい、あとはいろいろサポート活動、はい、でもドラムの演奏をしていて、はい、星野源、グレー、ドレスコードとかもいろいろ、へえ、本当いろんな人、ももクロもやってるし、ビーチもやってる。へえ。ドラムマガジンっていう日本国内唯一のドラム専門誌の表紙とかも、なんか数えたら6回登場してるんだよね。へえ。多分結構多いぐらいドラマーとしての方はちゃんとやりつつ、はあ、そうかそうか、そうです、まあ、大体でドラマやってるよってことを説明してた方がいいですもんね。ドラマだけで多分終わっちゃうからね。多分そうっすよね、いろいろ話そうっすよね。なるほど。 DJ とかフェスで、はい、DJ やって、はい、1万人ぐらい入るところがあって入場してかかるぐらいだったりとか、最近だってイヤホン作ったりとか。あ、いいそう、イヤホン作ってたよね。そうそう、でもイヤホン作ってる方が有名かもしれない。だってイヤホン、何でしたっけ、イヤホン めっちゃランキング1位とかあってましたね。2020年の売上数1位、イヤホンっていう、あのイヤホンヘッドホン専門店で、あ、かつ47都道府県 全部どこでも買えるし、はい、中国でも販売されてるっていうのが有線イヤホンという。有線と無線があるんですもんね。今出てるのが有線1種類、はい、無線が2種類で、12月に第3弾が出る。無線の方も無線の方で、はい、VGP っていう、はい、国内最大規模のオーディオビジュアルのアワードがあって、はい、それの金賞を1と3は取ってる。あ、有線ピアフォン1、あ、無線ピアフォン、ピアフォンってみん
な使うじゃない、どんな音楽聴いてても。そうっすね、だから多分すごい買ってる人が。そうっすね、ミュージシャンが説明してた方が信頼度が高いんでしょうね。有線ピアフォンの場合は工場、中国まで行って中国の工場で、エンジニアとやり取りして調整して、それって何ですか、ここもうちょっとこういう低音が聴きませんかねみたいな相談をするってことですか。あ、そうそうそう。へぇ、自分の音をもっと生々しくしたいんですけど。はぁ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 。そういうのをやり取りしてくれる。ダメ、いい音のイヤホンって感動できるから、本当にびっくりするから。イヤホン変えるだけでこんなに音楽の聞こえ方変わるんだって。音楽作る側は、はい、最初にね、曲作る段階から始まって、はい、じゃあいざレコーディングに入りますって言ったら、レコーディングスタジオをまずどこにするか、エンジニアを誰にするのか、じゃあギターのアンプ、ベースのアンプ、じゃあ使う楽器自体はどうするのか、弦どうするか、ピックどうするか、はあ、でマイク立てます、マイクの種類と立てる位置どうするかみたいなやつが無数にあるわけよ、音楽って作られる工程っていうのは、はあ、そこまで徹底してこだわってるのに、こだわってすごい時間もかけてお金もかけて作ってるのに、聴く側がそれがちゃんと整ってなかったら、なんかもったいないなっていうのをずっと感じていて、あんなに一生懸命出した音と調整して出した音がそれで聞かれたらやっぱ台無しになっちゃうから。本当に聞き比べたら分かるけど、それは最低限クリアしたような音質のやつをなるべく低価格で手に入るようにしたいなっていうのは思っていて、まずだからそこの意識を変えたかったっていうのが大きいかな。なんかその受け取る側の選ぶそのオーディオ、しかもそんなにお金かけないでもいい音って実は手に入るんですよっていうのを提案したから。だって有線ピアフォン2000円ぐらいですもんね。有線ピアフォンは1700円で、そうそう、断線する可能性が高いから有線で使って雑に使っちゃう。だからケースちゃんとつけて断線も。で今肩書きで言うと、ドラマースラッシュ、DJ スラッシュイヤホン屋さんっていう感じですか。ちょっとそういうごちゃごちゃしたいろんなことやりすぎてる長野さん。あ、ここあれですか、あ、そうですか、バンド。要は凛としてしぐれ、これ池袋がスタートの場所なんですか、その凛としてしぐれの。凛としてしぐれが一番最初にやったライブハウス。これはその時まだ加入してなくて。あ、そうなんですか。後から加入して、その見に来たことは何度か。へえ。その感じをちょっと聞きたくて、僕はずっとマスクしてるんでいいですか、お顔出していただいて、中野さんよかったらいいですか。あ、ありがとうございます、すいません。はい、え、最初は埼玉で。埼玉、はい。音楽いつぐらいが好きなんですか。音楽はだからやっぱ基本的に挫折とし続けてたから、小学校の時とか。何にですか。いやだからそこで野球だったら野球で、地区大会とか行くとバケモンみたいな人がやっぱいるわけですよ。あ、なるほど。もうだから打席だったらもうホームラン必ず打っちゃうみたいな人とか、こんな人がいるんだったら絶対無理だなっていうのが全部にあって、スポーツもそうだし、ゲームもそうだし、勉強もそうだし。あ、ゲームでもそんなこと感じたんですか。なんかストツーとかどこにされたりとか、これ絶対無理だよみたいな、へーのとかがあって、何者にもなれないなみたいなやつがあって、で一回なんか、まあ、そういう道から一回外れで、いろいろやってきたんだけど、で楽器をそこから出会うことになって、なんかクラスメートがカタログ持ってきて楽器始めて。最初からドラムに行き着くんですか。最初ギターから始めて。あ、そうなんすか。ギターやって、でも結局それもギター10人ぐらいで始めて、自分より上手くなった人がいて挫折するっていう。あ、なるほど、また負けんなみたいな。基本挫折。へえ。ギターを何弾いて練習してたんですか、その中野さん中学生ぐらいの時って。じゃあ曲的にはでも X とかルナシーとかシャムシェイズとか。あ、シャムシェイズさん、ナルク、グレー、あの辺の世代。へぇー。12割とかね。へぇー。そっかそっか。今何歳なんでしたっけ、年齢的に。今40。星野源、王の嵐の王の子ないし。へぇー。ルナシーダ X はちょっと練習してたら、ああいうなんかギターソロ見たらめっちゃ上手いやつがもうクラスにもいたってことですか。普通に圧倒的早弾きのギタリストが出てきて、こいつとバンドやるしかないわって、はい、ドラムがいなかったから、じゃあドラムやろうって。あ、なるほどね。そっからじゃあドラムではじゃあ挫折せずにずっと来れたんですか。そドラムはね、意外と挫折なくできたんで。ギター上手い人と、八木中さんドラムになって、何系のバンドやるんですか。
その時は全然そのコピーバンド好きな曲コピーしようサムシェードとかずっとやってたんですよ。もちろんルナシー X、 さっき言ったようなバンドへみんな一通り、うん、一通りやったり、あとはそのギタリ上手いギタリスト大和くんって言うんだけど、大和くんとやってたバンドはやっぱメタルに行った中学高校2年生ぐらいの時にミスタービッグとかハロウィンとか、あ、ちょっとちょっとテクニカルな思考になって、はいはいはい、でドリームシャドウのコピーとかやるようになったし、へえ、高校生とかになって、メタルとか練習したら勝手になんかすげえ上手くなりそうですよ、なんか早いから、なんかね、その地域がやっぱちょっと様子がおかしくてみんなめちゃくちゃ上手かった、ね、ドリームシャドウのコピーバンドも全然いたし、他にもへえ。なんか変だった、無駄にレベル高い素人がいっぱいいる地域みたいなんですか、めちゃくちゃレベルが高かったね、なんで続けてればみんなプロになれたんじゃないかぐらいやっぱ実力あって、ほんとビリーシーンのあの早弾きとか全然できる、へえ。一緒にバンド組んでるっす。で中野さんはそのじゃああれなんですか、その普通に高校卒業して、うん、どうしていくんですか、高校を卒業して、だから専門学校、音楽の専門学校、あ、音楽の専門学校行くんですか、プロミュージシャン学科、地域で有名になれたら、はい、まあ、プロに目指そうって考えてたから、はい、なれたのよ、それで高校生の時からすごい有名だったの、あ、そのコピーバンドが、はいはい、うまいっていうか、うまいドラマがこの高校にいるみたいな、へえ。これはいよいよプロになりたいなと思って専門学校調べて、でその当時ドラム教室からやってたから、はい、その先生にも相談して、山村真紀人さんっていう先生がいるんだけど、はいはい、その人に教わりたくて行きたいんですけど相談したら、その人はドラムマガジンっていう、さっきも出たけど、はいはい、ドラムの専門誌で一番面白い連載やってたの、その当時は。この人に習ってみたいって言って、はい、言ったら絶対習った方がいいよっていうふうに言ってくれて、はい、じゃあそれで進路決めようとして、へえ、そうできる。え、ちなみにドラマーになりたかったですか、その要はそのプロのドラマ、プロのドラマとかバンドを組むとかそこじゃなくて、ドラムで飯を食ってこうみたいな、そう、へえ、飯食ってこうだし、その専門学校とか行ったらもう猛者が集まってくるはずじゃん、ドラマーの全国から、はいはいはい、それがどういうレベルなんだろうって知りたかったんで、へえ。逆に僕なんか勝手なイメージで、なんか専門学校とか行かなくてもなんかプロは勝手にプロなんじゃないかと思ってて、中野さんがそういうところ出身ってのはちょっと意外でしたね、なんか、ね、ルートは多分いっぱいあると思うんだけど、当時どうですか、自分の場合はその親の説得もしたかったから、そうか、そういう学校に行くよってことを、まあ、そうそうそう、で学校法人だったから、はい、一応こう短大卒の話は使って、ね、っていうのもあったし、なんか説明もしやすかったから、やっぱその先生にまあなりたかったっていうのが多かった、家庭的にはどうなんですか、なんていうかそのいわゆる普通の サラリーマン家系って感じなんですか、いや、サラリーマンではない、何系ですか、自営ですか、ちょっと待って、自営とか、あと運送業とかだったり、結構でもなんか割と自由な買い物の仕事を2人とも共働きしてて、へぇ、物心ついたとか、そうなんです。でもだからそういうちょっと学歴社会的なもんにはちょっと意識はあったってことですか、なんか全然もうだから高校卒業したらすぐ働けるタイプ、上に兄貴3人いるんだけど、はい、3人とも高卒であってすぐ働いて、あ、なるほどなるほど、どっちかってそういうことですね、働いて、そうそうそう、自分で稼げるようになったけど、あ、そうそうそう、ああ、え、ってか4人兄弟なんですか、4人兄弟で上3人が年近くて、はい、で一番下の兄と10離れて、まあ、でも4人もいたらね、そういう風になりそうっすね。え、男4人ってどうなんですか、その何だかどんな感じですか、いや、めちゃ楽しいっすよ。あ、そうですか、やっぱ当時はね、当たり前だったけど、それが、へー、思い返せば、あんな恵まれた環境ないなっていう、へー、そうなの、3人ともそれぞれ趣味が違うし、でもそれを合わせ技みたいなのが俺になってるから、そんなに10も離れて、あ、そう、だからすごい大事にしたんですよ、あ、大事にね、あ、なるほど、めちゃ優しかった、そうなんですね、なんか逆になんかこう、あの、そうか、離れすぎてるからってことか、そう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 、とにかくじゃあ学校に行くんだよっていうことで、そう、あの、うまく説得して、そうそうそう、ちゃんと返すからって言って学校に行くから頑張って、で、まあ、説得するのにいろいろね、組み立てて2年3までに何もなれなかったらみたいな、あ、そういう説明をしたんですか、ちゃんと条件とか全部つけて、で、お金もちゃんと返しますみたいな、で、面白行くことになる、え、それ何種類条件ですか、そのじゃあまず23までになんか何者かになります、うん、あと
学費返します。あと、まあ、今自分、あ、もう学費返します。今自分がどういう状況か、どういう状況、うん、ドラマーとして割と知名度がちゃんとあって、で文化祭とかの映像とか見して、ですごい盛り上がってるからちゃんと、はは、あ、なるほど。したりとか、あとはその時に、ね、成績がめっちゃ良かったのか、学校で、高校の、なんかそういうのもあって割とこうなんか話聞いてくれる。あ、そっか、頑張ってるからちゃんと考えがあってそういうことに行くんだなっていう、うん、あ、そうそうそう、へえ。で、専門学校は、うん、ドラムの専門学校ってもう、じゃあ毎日ドラム叩くんですか？毎日叩く、もちろん。何種類、もうだって何種類逃げ場がないから。ああ、そうか、あとプロになるしか方法がないわけじゃないですか、専門行くの。もう確かに、もうドラムコースとも、ドラムしかないですもん。だからひたすら朝から晩までずっと練習。授業の種類があるんですか？なんか分かんないけど、なんかなんちゃらドラムとか分かんないけど。あ、もちろん、そのドラムだけでも 3,4 ぐらい種類があったし。へー、それ種類って叩き方の種類ですか？いや、まず、少人数でやるメインの授業、レッスン。あー、はいはいはい。あとドラムとベースでやったりとか、あとはその歴史をちゃんと学びましょうみたいなやつ。あ、座学もあるってことですね。座学、普通にワイルドな、うん、専門学校やって18からじゃあ卒業するの20歳までですか？で、いや、で中退するのよ。あ、専門ですか？そう。え、なんでですか？ちょうどだからその時ライブハウスも出入りずっとしてて、で、はい、なんかそのライブハウスのブッキングから、なんかちょっとこれからツアーとかに出る、なんか事務所にも所属してるバンドがドラム探してるんだけど、はい、やんないみたいな。へえ。それはもう願ったり叶ったりだよ。あ、そんなやりたいですよ。で、地元でもちょっと有名なバンドだったから。はは、あ、それは別に凛としてしてくれじゃないですもんね。あ、じゃなくて。へえ。で、興味ありますって言って、で、それでなんかね、加入が決まるんだけど、はい、ただその加入するってなったら、やっぱツアーとかめちゃめちゃ激しく回ってるバンドだった。それが、はいはい、でだから専門学校に通る日数がないと、はいはい、そしたら学費もったいないよねってことで、まあ、いろんな先生に相談して、はい、まあ、やめます。でもなんかすごいこう止められたけど、まあまあ、最初は。ただでもまあ決めたことなんだったら全然、むしろそのために、ね、専門学校に来たのかもしれない。確かにもうプロになれるチャンスがそっちの方が近いですもんね。学校で叩いてるより現場で叩いてる方がいいですもんね。そうで、一番お世話になった山村先生に、はい、その辞める時に、まあ、差し入れ一回も飯でつって、で行った時に行ってさ、一緒にその時に、いや、お前なんで入学してきたのかまず分からなかったって話をされて、いや、もうドラムめちゃめちゃ叩けてたから、あ、その時です。そう、専門学校でもう何習いに来たって感じだった。ははは。で、あの、卒業、俺個人的には認めるからみたいな話をした。へえ。全然その上からじゃなくて、はあはあ、卒業だと思う。あ、卒業レベルはもう卒業証書を作ってくればよかったみたいな。へえ、足してるよってことですね。そうそう。で、なんか激励ちゃんとくれて。へえ。親には何て説明したんですか？でもそうか、それも理由があるから。親にもなんかそのバンドが決まりそういう、なんかうまくいってるバンドが決まりそうで、ちょっとそのバンドに入るからやめたい。でも親としては学費が浮くから別に。あ、そっか、うん、どうせ帰ってくるもんだし、しかもなんか自分なんかね、払わなくてよくなってるから、だからそれで別にいいんじゃない。あ、まあ、決めたんでしょ、編集さんがさってくるって。はぁ、はぁ、え、好きにすればっていくんじゃない。じゃあそれ円満です。そのバンドはどんぐらいやるんですか？そのバンドは12年ぐらいはやったんじゃないかな。へぇ、だね、よく持った。あ、それ、よく持ったっていうのは、あの、どういう意味ですか？一番辛かったバンド。それは何ですか？そのドラムやってて一番辛かった時期は。それは なんで辛かったんですか？なんかね、あの、いわゆるこう VK 縦社会に属するようなバンドに入ったの。だから縦社会がめちゃめちゃ厳しくて。ああ、じゃあそれでそのサポートで一番最後に入ってきたから。そう、一番年下だし、はい、そう、あ、一番後にも入ってるし、で右も左も分かんないから。そうか、っていうかその VK 縦社会っていう言葉を初めて聞きました。あ、本当？そんな、そうなんですね。そう、なんかね、そう、縦社会がちゃんとあって。へえ。もともとヤンキーが多い世界ではあったんですよ、実は。あそこビジュアル系バンド、ビジュアル系バンドって。で、なんかその中の一派に属していて、はいはい、だから打ち上げとかも
地獄みたいな人もあったへどういう、まあ、あれですかその、まあ、いわゆるそのハラスメントに次ぐハラスメントが嫌だったら大問題でしょ飲めよみたいなとか飲めよじゃないよだって例えば普通にその先輩に呼ばれて、はい、あまあじゃあお前が新しく入ったやつかって言って、はいはい、そうですって言って、まあ、何やったのカルピス杯を出していって、はい、カルピス杯を出していったらその先輩はじゃあカルピス杯10杯10機でって言って10杯並んで、で俺優しいから氷取ってあげてねって言って氷取ってくれて、はい、どうする？もうあと瞬もうすぐ飲み干すしかないっていう選択肢が別に飲めとも言わないあでも飲むしかないんだって思うじゃんそれは分かるじゃんそうだからそれを買うっていうのもそんなかちょっとした可愛がり的なことがあるんですね可愛がりはもうあれ、まあ、ちょっと横になってみてって言って、はい、あの瓶ビールをこうやって怖っでこぼすなよ嫌な一気の、はい、ちゃんぽんがあって、はい、ジョッキに日本酒と焼酎を1対1で割って、はいはい、でも透明なのね見た目はってだからこれを一気するっていう一番地獄を見るなんかすげえ嫌なやつ、そういうのとかまずい酒作って飲ませるっていう本当に本当に何やってんだろうって気分になってへえそうっすよね、それ別にだってあの演奏に関係ないですもんねそのだから演奏にむしろ支障をきたすんだよね次の日ライブだからあそうですよねそうですよねそうですよドラムわかんないですけど勝手な予想ですけどドラムって一番そのバンドのパーツの中でスポーツ的に言うと体力使いそうな場所なんじゃないですかわかんないけどまあ見た目的にはね意外とでも力はそんなに入ってないしあそっか入るまでそうか入れないくうまく弾けばいいのかあそうタイプ的には2つあるんだけど力入れて筋肉つけて叩くタイプと脱力で叩くタイプがいて、筋肉つけて叩くタイプだと年取ってから多分苦労するだろうなと思ってそれやんないようにしたあその時はそんな風に考えてたんですかあもうもちろん体力はほら筋肉ってどうしても鍛え続けなきゃ落ちていくからそれで昔とドラムが変わっていっちゃったってなる悲しいじゃんだから年取っても変わらず叩けるような総合っていうのはやっぱ身につけないとあそうなんですかあ、こちらですか。あ、この人ね、多分扱った方がいいっすよ。あ、そうなんですか。この人は相当トリッキーな。あ、そうなんですか。その、あの、この。オーナーさんなんですか。マリンとシシグレの全国ツアーを初めてブッキングしてくれた。三谷と申します。あ、トリッキーしようか。あ、すいません、いいですか。ちょっとその、なんか、なんか思い入れのある場所ありますかって聞いたら、なんか池袋のこういうライブハウスがあるんで。あ、いや、せっかくだからこのチョップが抜けに移るように撮りますね。びっくりしちゃった。じゃあここら辺、あ、ちょっとラブホテルの隣ですけど、ここで、あ、ここ入り口だからもうちょっとだけ話して。いいですかここでやってても。もちろんいいです。ありがとうございます。あ、いいですか。すいません。あ、これ、あ、いや、いい感じ、ちょっと明かりが。ちなみにじゃあその、ビジュアル系バンドに戻るんですけど。あ、はいはいはい。その V 系。V 系で今地獄を見た話を。今してる一番きつい時期の話をさせられてる。20年ぐらい前え、その VK きつい時期はいや、きつい、なんか厳しいっすよね、VK 縦社会。嫌な厳しさがありますよ。あ、そうなんですね。まあ、そういう、まあそうっすよね、ちょっと。だからそれがあったおかげで、はい、その全国のライブハウスとかそれこそ歓迎してくれたし、その戻ってきた時にしぐれで。あ、そうか、知り合いになってるから。いや、もともとそう、知り合いになってるし、よく生き残ったねってみんな言ってくれるし、それこそ、ほら、グレーとかラルクとか、ディルアン・グレーとかシャムシェルとか、あの界隈って、みんなそこ通ってるってことなんですよ。知ってるから、その界隈のことを。あ、はい、だから、すげえ、やっぱ、喜んでくれる。へぇ、 あそこに耐えて生き残って、ミントしてしぐれっていうバンドで、ちゃんと活躍できてるっていうの、本当に心から喜んでくれる。だから、みんな、なんであんな良くしてくれるんだろうって、多分そこがやっぱすごい大きい。あ、そうなんですか。その下積み時代というか、その、もう本当につらかった。もうあんま表でも話してないんだよ、全然。あ、そうなんですか。なんならそのアーティストブック今度出れるんだけど、それでもそこには触れてないぐらい。あ、そうですか。ごめんなさい、そんなこんなところでそんな話して。こんな話してるの初めてぐらい。あ、そうなんですか。ありがとうございます。いや、てかまずその VK 縦社会っていうワードがおもろいなと思って、いや、ごめんなさい、まあ、多分当時の長澤さん。めちゃくちゃ怖いよ。当時の長澤さんは辛いですもんね。多分使えないけど、全然。はい。もう有名な方がいて、そのやっぱその VK の中でも超強いっていう人がいて。はい。喧嘩が。喧嘩が。はい。だから、その打ち上げで血を見ない日がまずないみたいなのが。あとは、なんか面白がって、はい、その VK のやつが女と飲んでるみたいな、打ち上げでなんか女と飲んで
ててワイワイやってるらしいぜって言って、はい、なんか暴走族かなんか、はいはい、ハンクスかなんかわかんないけどがわーって来て、ここでなんかいいんだろうって言って、でその人がバーって出てって全員ボコボコにするすぐ一瞬でボコボコにされてたんですよ。バイクとかもめちゃくちゃになって、ちゃんとでもステージの上でメイクして髪の毛も綺麗にしてやってる方が、その人は有名。それごめんなさい、それなんで離れることなんですか。バンドが解散するんですか、それともやめるんですか。中野さんやめたいっつって。もう精神的にも全然ダメになってやめる。あ、自分からね。自分からもうやめたいっす。へえ。もう無理っす。それでもやめる時とかだやめさせないようにもう軟禁状態ですよ。え、そんな感じですか。別に軟禁じゃないけど、ファミレスでもうやめないっていうまで帰れない空気をずっと出され続けて。へえ、すげえ。まあでも今思い返してやっぱ世話になったこともたくさんあるからね。まあまあまあ、別に恨んでもないし嫌いでもないけど、はいはい、でもその当時はやっぱすごい余裕もなかったし、本当に月見上げて泣くみたいな涙出てる。いや辛い、いやでも辛そうですよね、その話聞いてるだけで。まあ本当に辛かった、ね、だってでもやっぱでもその後に報われたからよかったね。なんかそのさっきも言ったけど、全国のライブハウス行ったりしたら応援してくれるし、みんな本当よかったねみたいな。はあ、そうだから、しぐれもやっぱすごい、なんかもともと音楽性かっこいいのはもちろんそうだけど、多分そういうのもあってみんな全国ライブハウス受け入れてくれたっていうのが。はあ、じゃあそのごめんなさい、やめてました。そっからどうするんですか。でもで辞めて、で地元でやっぱバンドやった方がいいんじゃないかみたいなアドバイスとかもあって、で地元でバンド組んだり、はい、であとサポートでいろいろ参加したりとか。あ、でそれはなんていうかあれですか、まあ次なるその場を求めていろいろ試しては見てるって感じですか。試しては見てるっていうのはあるかもしれないですけど。そうだね。だからなんかその時にもともと地元で有名だったドラムの先輩にも相談しに行って、したらなんかまだそんな当時知られてなかったスリップノットの CD をくれて、ほうほう、これ全部コピーしといた方がいいよって言って、ドラム叩けるようにしときなって言って、めちゃくちゃ早いから叩けないよね。でその時にその奏法とか見直して、例えばドラムのステップアップもその時にしてたし、そうか、じゃあ地道にテクニック磨いてたんですね。そうそうそう。で、なんか、で、その頃にちょうどこう、掲示板のなんか流れ、その、インターネットで掲示板が盛んだった頃。へぇ。で、それで見つけたのがリンとシジコ。どうやって見つけるんですか？ドラム募集をひたすら探してですか？タクトさん。あ、すいません、ちょっと。カーティックスピードキングっていう番組一緒に。あれ、メゾンブックガールとか、そうそうそう、一緒にやるときに。あ、外録チャンネル。っていう、ちょっと YouTube 作ってまして。すいません、ちょっと、思い出の場所でインタビュー取られてたら、ここ、上げていただいて、あ、じゃあぜひって、ちょっと、すいません。ありがとうございます。まあ、やっと凛としてシグリの話にたどり着いたそうですね。ありますよ、ありますよ。あ、後でじゃあいいですか、撮っても。あ、いいですか、今パッと撮ってみますか。どんな、配信一番最初のやつです。あ、本当のリンとして書いてある。一番最初のまんワンマンラブ池袋チョップってますよね。チョップです。え、これどれ中野さんですか。これ。あ、真ん中さ、はい、ドラム真ん中なんですね。なんかね、昔からこうなんだ。あ、本当だ。これも中野さんが真ん中じゃん。そうなんですね。インパーフェクト。かっこいい。思い出の場所なんですね、やっぱいいっすね。年越しこれね、映さなくていいです。これあれですか、中野さんの下ネタ DJ グループでしたっけ。そう。へぇ、あれだよね、ドラムで病んでラッパーになったってアッコゴリラと一緒になった。へぇ、別にそんなことない。あ、ごめんなさいね、またちょっと戻しちゃった。ありがとうございます。いいっすね、知り合いがいっぱいいて。で、はい、掲示板はどういう検索の仕方ですか。ごめんなさい、当時で言うと何年ですか。好きなバンド、なんか好きなバンドがみんな BBS を開い、掲示板開いてて、はい、
でそこでみんなやっぱバンドマンとか告知で書き込みとかしてる。それで当時ナンバーガールとかすごい好きだったから、はい、そのナンバーガールが好きでみたいなやつのバンドが視聴できたら片っ端から聞いてて、でその中でしぐれもあったの。あ、ナンバーガール好きのバンドの中に、ね、なんかが好きです、でもしよかったら聞いてくださいみたいなやつで URL 書いてあって、でそこ飛んでって。え、その時にでも ドラムはいなかったんですか、たまたま。ドラムはね、いた。あ、いたんですか。あ、じゃあ普通にファンになって。あ、それで最初ファンだったんですか。そう、ライブ見たいなと思ってライブ行って、はい、めっちゃかっこいいっつって。あ、もう当時から今の感じの音楽性なんですか、こうなんていうか、こう何系って言ったらいいんですか。根本は変わってない。でも何系って言えないですよね。なんて言ったらいいんだ。なんて言ったらいいですかね。なんかもうそう。でもなんか僕この前北海道行ってきたんですけど、うん、夜車運転してる時いいですね。なんかいや俺この凛としてしぐれってこの生活のどこに合うんだろうかってその思ってたんですよ。あの聞いてて、でもなんか車に乗ってる時、あ、これ車がいいんだと思いました。車もいい、ね。それは確かに鋭いかもしれない。僕の中でですけどね。ね、その当時はミックスする時、はい、その音チェックで車のスピーカーで音チェックとかしてたから。へえ、あ、そうなんですか。うん、へえ、いや別に、まあ、これもあんま知られてないんじゃない。面白い。いや、そう、なんかやってた。なんか車でもチェックする。まあもちろんモニタースピーカーとかヘッドホンとかでもチェックするんだけど、はあはあ、車でどう聞こえるかもチェックする。へえ、面白い、うん。富山のライブハウスで鮮やかな殺人っていう曲があるんだけど、はあ、で、ドン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 。はい、あ、はい、あ。単純なフレーズなんだけどさ、はあ、これが踏めなくなったの。そう、動かないですか、体が。動かない。症状がいろいろ。で、あとパニック障害的な。なんかいきなり動悸がみたいな、心拍数したりとか、あと対人恐怖。あ、そういうことにもなってくるんですか。うん、危機感激、誰々さんも来てばれ、僕は散々来てばった、次は君の番だって、もういい興味ちゃいの、誘惑なマーチェンシー、キャラクターマーチェンシー、消えてないマイクラッシー、それにとらわれた